こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日は観葉植物 の, あのお水やりのタイミングについてお話したいと思います。でこちらにクロトンという植物があるんですが、まあ、ちょっと見ていただくとお分かりになるかなと思うんですけど、葉っぱの先がこう垂れてますね。これっていうのはあのお水が足りなくて、まあ、いわゆる水落ちというような水が足りない状態になっております。で冬場はですね、まあ、大体このぐらいになってからお水をたっぷりとあげていただいても間に合いますので、まあ、冬の水の管理としてはかなり乾かし気味に、まあ、いわゆる鉢の表面が完全に乾いてから3日後っていうのが観葉植物の水やりのタイミングになりますので、まあ、少しぐらいこう、ね、葉っぱが垂れてきているぐらいで、まあ、ちょうど水をたっぷりとあげていただければ全然治りますので、まあ、このぐらいのタイミングを目安にお水をあげていただけるといいかなと。まあ、ちなみにこのクロトンなんですが、まあ水が落ちているとこういう状態なんですけど、元気な時はこういうふうにピンと葉っぱが立つはずなので、まあ、この葉先の垂れ具合、角度によって水があるかどうか、あとは鉢の表面が乾いているか湿っているかで水が足りている足りていないを判断してもらえれば十分だと思いますので、まあ、観葉植物は冬は、ね、熱帯植物なので成長が緩慢になりますから、必ず乾いてからお水をたっぷりとあげていただくということを基本としてやっていただければ大丈夫だと思いますので、ぜひやってみてください。